トヨタ新型クラウンクロスオーバーのデュアルブーストハイブリッド仕様に試乗しております。いわゆる RS ですね。はい、今は RS アドバンストになります。それと別にすでに、試乗しているものですが、 THS2 仕様のいわゆる、ハイブリッドですね、はい、2.5 リッターハイブリッド、うん、そちらと今日乗り比べることができるので、このデュアルブーストハイブリッドと、比べながら、はい、ちょっとクラウンのお話をしていきたいと思います、うん、はい。デュアルブーストハイブリッド、もう島下さんがその仕組みについては語り尽くしていると思われますので、はい、まあ、詳しくはそちらを見てくださいということなんですが、はい、なんかすごい斬新さというよりも、うん、今までのエンジン車プラス電動が加わって進化したっていう感じに感じます、はい、説明が難しいですけど、はい、そう、エンジンだけではできないことをいっぱいやってる。だけど主体としてはエンジンの方が、ね、先にあるという感じはしますね。ですよね、うん、電動車って感じじゃなくて、そう、例えばその 2.4 リッターターボエンジンの旨味をなんだもっと引き立たせてやるみたいな、はい、そういうパワートレインかなって気がしますけどね。まあ、今これエンジンオフになっていて電動で走ってるんですけど、すごい電動感があるわけじゃないんですよね。ここがだから、まあ、今は、フロントがエンジンが入って、フロントはエンジンアシストで駆動していて、でリアはバッテリーからもちろんモーターだけで駆動してるという状態なんですけど、はいはい、と思って、だから日産のその e-power とかと比べると、 e-power の e-force ですか、はい、と比べるとこっちはガソリン車っぽいですね。やっぱ走行を狙ったんだと思うんですよね、うん、要は新しいことを電動だからしなきゃっていうことではなくて、はい、電気の力を使って理想としてた車だったりそういうものを作ろうということなんだと思うんですよね。電気だからなんかドーンといったれとか、そういうことではないと、はいはい、いうことなのかなと思います。まあ、そこをそうですね、まさにそう感じますね、はい、そう考えるといろんなものの、まあ、辻褄が合うというか、はい、ああなるほどねという感じがするなというのが第一印象ですかね、うん、そうですね、そこは私も完全に同意ですね、はい、そういう印象だから今までの車の延長線上で気持ちいいんですよ。だけど実は気づいてないけど、こういう風にゆったり走ってる時でも、はい、例えば発進の時にはモーターアシストが入っているとか、はい、あとは一番如実なのはシフトアップかもしれないですね、うん、6速 AT なんでちょっとステップ比が大きくなるじゃないですか、はい、ということは一旦回転がうわっと下がって、はい、ブーストも落ちて、はい、もう一回ってそこでモーターがクッと持ち上げてるんですよ常に。だからDレンジでこうシフトアップしていくような場面でもないですね。この前後移動もなければピッチングも全然発生しない。音はブーン、ブーンってなってるんですよ、はい、でもそのブーンとブーンの間の本来だったらもしかしたら、ね、ちょっと一呼吸ありそうなところが、はい、加速感的には多分そんな落ちてないんですよね、うん、だからねちょっと面白いんですよ。確かにそれをすごい意識して、まあ、今ちょっと加速してみますね。あ、なるほど。加速時にまあシフトアップした瞬間も、はい、やっぱりこのカクンと来ないんですね。そうなんです、うん、まあ主に加速時の話ですけど、うん、そうやってモーターの力で、まあ、はい、6速なのはおそらくやっぱケースにモーター入れるためなんですけど、はい、でもこれまあ例えばレクサス RX の時にねとかも話してますけど、はい、発進はモーターでグッとやるから別にごく低いギアがなくてもいいんですよ、はい、とか考えると別に6段あれば十分で、うん、しかもその間をモーターでつないでくれるから、はい、なという考えるとすごい理にかなってるというか理詰めのパワートレーンだなと思うんですよね、まあ、だから CVT みたいなこう安定した加速感なのに、うん、発進時から押し出してくるモーター感もありエンジンの伸びもあり そして、シフトショックもない理想なんじゃないですか。でさらにこれね高回転域まで回した時には、はい、Eアクセルの方でグッと力を込めてくれる、うん、だからエンジンが、まあ、高回転域でまあまあ伸びるじゃないですか、はい、さらにそこでモーターも押してるから、はい、後ろからねさらに加速感がうおーっと高まるというね、うん、ことなんですよ。四輪ソーダが全車についてのこの新型クラウン で、はい、でそこに ABS も標準装備されているのが RS の特徴なんですが、はいはい、そっちの方はですね、まあ、まず素直に曲がりますよすごい、うん、乗り心地がものすごいいいセダンなのにというかセダンですからクラウンですから、はい、乗り心地はものすごいいいんですけど、うん、なのに、コーナーでは後輪の、ね、姿勢がいいって言えばいいんですか。そう今回ね、まあ、E アクセル使ってしかもまあ後輪操舵もしてるでしょ、はい、E アクセルってもう結構トルク大きいですよね、うん、
パワーもトルクも80馬力以上と、あと160ニュートンメーターぐらいあるのかな、はいはい、細かい数字はあのスペック表を見ていただければと思いますけど、結構力があるのでグッと押すから、あの FR 的というとちょっと違うかなと思うんだけど、フロントも駆動してるから、まあFR ベースの四駆みたいなね、言ってみれば、はい、なんかそれに近いような、少なくとも FF に電気式の四駆、まあ、いわゆる E4 とはちょっと違うトルクの押していく感じも強くあるな。でね、さらに言うと、これもまああの一人で乗ってる時の動画でも話してるんですけど、今回やっぱりリアサスペンションが新しい、はい、ボディも新しい、これもね効いてると思うんですよね。このリアサスは奥行きがありますね。ストロークの奥に行った時のタイヤの姿勢変化が少なくて、四輪走だと同時に新設計されてるあのリアサスなので、曲がっていく時のね、本当にこのリアサスの姿勢を接地感で感じながら、そう、あのリアサスペンションがね、素直に動くんですよね、はい、なんかストローク深いところまでなんかフリクション感とか苦しい感じがなく動くから、というのがね乗り味にすごく効いてる。だからこうそっちでも一生懸命乗り味を出してもしっかり安定してるっていうんですかね、はい、そうタイヤのこう位置関係がまさにすごく理想的なままでストロークしてるから、あの柔らかくストロークしても全然あのなんだハンドリングっていう意味で悪くならないっていうんですかね、はい、そういうものになってるような気がしますね。すごくこういうね低速で走ってる、もちろんスピード出してる時もそうなんですけど、低速で走ってる時もその綺麗に動いてくれるので、こう30キロでこの曲率のコーナーを曲がるみたいな時も気持ちいいですね。運転上手くなった感みたいなやつはね、うん、あるなと思うんですよね。クラウンっていうキャラクターを考えるとこれ本当に合ってるよねという感じはしますよね、はい、そういうサスペンションですね、うん、新型メルセデスベンツ C クラスですか、はい、あっちもまあ4輪ソーダで、はい、モーター入っててっていう車じゃないですか、はい、こっちはすごいスポーツ性能を強調した走りだと思うんですね。特にその 4WS が入ってるモデルは、はい、なんですけど同じ道で乗ったことがあるので感じるんですけど、クラウンの方は自然です。そうですね、はい、まあミッドサイズカンパニーの人たちの車って感じがします、うん、あの非常に自然で、はい、だけどなんだろうな、それは退屈とかじゃなくて、まあ、意のままというか、まさにそう気持ちよく動く、なんか、まあ、これも話が重複しちゃうんですけど、本当にもうこうなるとエンジン縦置きだ横置きだどうでもよくないですか。そうですね、すごくとにかく何でもいいからよく気持ちよく動く、まあ、言ってみればパッケージング、ね、リアシートの広さとかそういうのを考えて今回 GAK にしたわけですよ、はい、だけどじゃあクラウンらしい快適性とそれなりの走りの両立、はい、しかも今回ね背が高くてタイヤでかいっていう、まあ言ってみれば不利がある、はい、だけどそれをまず一つにはそのボディとサスペンション、新しいサスペンション、さらにこの電動の力で補ってあまりあるわけですよね。さらにそう、ね、そう理想に近いことができたみたいなことがこのクラウンは言えるのかなというふうに思いますね。まあ、少しだけ思うのはこのドライブモードの違いですね、うん、がまあコンフォート、ノーマル、スポーツ、スポーツプラスとあるわけですけど、そこですごい明確な差がパワーにはあるんですけど、うん、パワーの出し方ですか、そこにはあるんですが、乗り心地についてはスポーツプラスにしてもすごいこう行くぞっていう感じの走りになるわけでもなく、かといってコンフォートだからといってものすごいコンフォートになるわけでもない。そうですね、あの振れ幅が少ない。でもそれはでも多くの自動車メーカーのエンジニアの方もおっしゃるわけじゃないですか。結局車っていうのは理想形があるから、そこから振れ幅をね、いろんな人は大きいのが欲しいって言うけど、うん、本当は いろいろ突き詰めていくと振れ幅そんななくていいんですよっていう発言は、まあ、1個でいいぐらいな、ね、はい、話はありますよね、まあ、しかも AVS ってあの別に固定レートで切り替えてるんじゃなくて、はい、ね、コンフォートでもぐっとロールしていけば閉まるし、はい、スポーツでもね、ゴンってくるときにはしなやかに受け止めてるわけですよ。だからそこまで大きな違いは、ね、出ないんですよね。出す必要もないという、うん、そうそうそう、はい、ちょっとだけ違う、うん、ただ、まあ、あのアクセルの付きはだいぶ違うという。そうですね、あとはやっぱりこうパワーの出し方って、ね、さっき言いましたけど、まさに特に E アクセルの方の使い方だと思うんですよね、はい、あのスポーティーに走らせてるときにリアがグッとくる感じみたいのは、はい、多分スポーツモードとかの方が、ね、今日はそこまでまあね、限界に近いようなところとか走らせてないですけど、はい、そう、そういう違いなのかなというところですね。じゃあ 2.5 リッターハイブリッドの方に乗り換えて、まあ、比較してみつつクラウン全体の話をしてみましょうか。はい。
新型クラウンクロスオーバー試乗ですが、はい、まあ、後編はですね、THS2、2.5 リッターエンジンと THS2 を搭載した、まあ、クラウンクロスオーバー G アドバンスドに、はい、現在乗り換えました。はい。はい、ということで、こちらに乗っておりますが、はい、あの、RS、デュアルブーストハイブリッドの、うん、RS に 乗りながら、先ほど、そんなにすごい斬新な新しさを感じる感じではないと。しかし、まあ、あの運転が上手くなったような感じを常に感じるという、うん、はい、まあ、そういうことを話してきましたけど、はい、あのこっちに乗り換えるとですね、うん、RS はものすごい新しい車だったんだなというあのことになります。だから乗り比べると全然違うのに、はい、自然に受け入れられる RS の制御はすごいんだなという、制御とシステムとですよね、はい、こっちはまあ THS2 なんで、まあ、よく知ってる車だよねって感じがあるのかな。そうですね、はい、で、まあ、大きく違うのは、この仕様は ABS がついていない、可変ダンピング ABS ついていない、うん、そして前回その最初に紹介した時に、あのこっちのクラウンクロスオーバー THS2 の、はい、もう本命なのかなという話をしたんですけど、はい、それに比べて19インチホイールになってるというところですね。19インチ、はいはい、まあ、この差は大きいですね、特に19インチがですね、はい、乗り味としてタイヤのちょっとねノイズというかザラッとした感じ、あと、はい、コツコツとした感じ、ザラザラとした感じっていうのかな、はい、はありますよね。そうですね、あとは縦バネがやっぱりちょっとボヨンとしたところもあって、はい、道によってはすごくクラウンっぽくていいんだけど、一方でやっぱちょっと平たく言うと上質感的には21インチの方が全体に出てるよねという気がしたなと思いますね、はい、まあ、あちらはもうミシュランが搭載されてますが、はい、まあ、ミシュランのタイヤは良いですね。まあね、言い古されてるというか毎回それかよと言われちゃう気もしますけど、まあミシュランは良かったねというところですね。21でもね、全然タイヤが大きいなみたいなことを思わせないし、しっとりしないか滑らか、そういう感じが出てるのかなと思います。で、まあ、その四駆の、前後挙動とかね、そういうところの制御も RS は話した通り、ね、いろんなピッチングとか押されるとか頭が振られるとか、そういう動きは全部自然に減少しているので、まあ、四駆というかフロントの駆動のね谷間をモーターでちょっとずつ埋めてるみたいなところが効いてるのかなと思うんですよね、はい。なんかでも全体に確かになんかね、あの RS のピタッフラット感みたいなものはちょっと印象的でしたよね、はい、そうですね、うん、ただまあやっぱりリアサスペンションの、この新世紀のリアサスペンションの良さっていうのは、はい、こっちの G アドバンスも明らかに感じます、うん、なんかしっとりと動きはね、はい、するという、だちょっとあの路面によってはだからすごくいいんですよね、その、はい、ちょっと縦羽のあるタイヤとしなやかな動きのリアサスペンションのおかげでクラウンっぽい、はい、でこの車ねファブリックシートなんで、さらにそのねしなやかさが出てて、だからあの路面はちょっと選ぶような気もしますけど、前のクラウンのあの優しい感じが好きな人はこの組み合わせがもしかしたら一番近いのかもしれないなということはちょっと思いましたね、まさに、うん、だからまあクラウンっぽいんですよこれ、はい、はい、でまあ、クラウンっぽい、クラウンっぽさといえばですね、うん、はい、その日本仕様とアメリカ仕様の話ですよ、うん、あの、はい、いろいろこの試乗の間に、あの前回と今回の試乗の間にいろいろお話を伺ってまして、はい、まあ、アメリカ仕様ってご存知の方もいると思うんですけど、後ろのシートが倒れるんですよね、うん、そしてまあトランクスルーになって長尺物も詰める、はい、ただし今回日本仕様はまずシートを固定できたんですよ。でここにその1枚板があるっていうのはやっぱ走りの設計で全然違うそうで、もうボディ剛性が単純に高いだから、はい、足をしなやかに動かしてもしっかりとしたハンドリングができるですね、はい、日本仕様とアメリカ仕様は、まあ、足間そのだからサスペンションのセッティングも、まあ、日本仕様の方がよりスポーティーだけど乗り心地もいいみたいな仕上げになってるそうですね、うん、それぞれのボディに合わせた形になってるんですね、はい、でアメリカはあの路面側に悪いところが多いので、まあ、よりクロスオーバーっぽい走りを仕立ててあるということでした、うん、はい、でただ、まあ、トランクスルー私がまさにそうなんですけど、うん、トランクスルーがないしルーフキャリアもつかないこのクラウンだと、まあ、自分が所有する車として考えるとちょっとまあ趣味的なとかいろいろあの荷物積みたいことがよくあるので、はい、うん、まあ、選択肢にせっかくクロスオーバーで買いたいなと思って入ってこないんですよね、はい、そうですね、でそれが残念だなと、個人的に思っていたんですが、まあ、そこは考えていないこともないそうです。まあ確約はないんでしょうけど、まああのなんだろうな、将来的にあるとは言ってないんですけど、はい、やりたいですねと、作ったからには本当はその仕様はやりたいなって感じは受け取れましたね。そうですね、まあ、だから GO、はい、が出るのかどうかは、まあ、要望によるんじゃないですか、そうそう、市場の要望に、
だから日本の皆さんも声を上げていただければ、まあ、そういうのが欲しい人が本当にいるならば、ね、はい、あの多いならば可能性はあるよと。まあ、せっかくクロスオーバーって言ってね、クロスオーバールックなのに、はい、例えばハッチバックでもないし、リアシート倒れないんじゃちょっとつまんないなと僕らはね思ってしまうんで、そこがねそういうの出るといいなっていうのはちょっと思いますね。まあ、やっぱスノーボードとか積んで雪山ガンガン行きたいじゃないですか、うん、このセダンで、ね、はい、これできたらかっこいいですからね。そうですね。その時にはね21インチの、いいスタッドレスなんかもあるといいななんてことも思いますね、はい、それもでもタイヤが SUV サイズなので、はい、手に入るんですよねこれ。なるほどね、はい、そしてで、まあ、そのかっこいいなといえばツートンなんですけど、うん、あのまあ、ツートンというか、まあ、そのいろいろ、コメント欄読んでると、あのボンネットダンパーがついてないという話を伺って、はい、で我々もそれはまあ思っていたところもあるので、うん、クラウンなのにダンパーじゃねえのかよと、はい、棒立てんのかよという話ですよね、はい、でなんでないんですかっていうところをちょっと質問してみたらですね、はい、これ面白い話聞きまして、ね、フロントのエンジンフードが前に向かってこうスラントしながらすぼまっているデザインを取ってるじゃないですか、うん、はい、でこれまあそのハンマーヘッドシャークをイメージしたあのデザインなんですけど、うん、このツートンのこのデザインでフェンダーのエンジンフード側ですか、それを内側に入れていくと、まあ、ボンネットダンパーを入れていくスペースがなくなったそうなんです。そう、まあ、ツートン運動の前にまずデザインがあって、はい、ツートンはそれを生かすためのね、まあ、すごく強調するための色分けなんだけど、はい、まあ、どっちにしてもそのフードの形を作ったらどうしても入らんと、うん、なのでボンネットダンパーはあえてなしにして棒にして、しかもなんかすごいところに入ってんな置いてね、はい、フードの裏側にね、フードの真ん中にこうしまう感じなんですよね、はい、そうですね、普通ってフードの脇に縦に入っていくじゃないですか、それが真ん中側盛り上がってる方に入ってる、はい、そうですね、だからまあギリギリこうやってできるデザインをギリギリまで攻めてきたというのが今回のクラウンクロスオーバーということですね。そうだからボンネットダンパー入ってないじゃん、はい、コストダウンだじゃなくて、この格好のいい、ね、デザインのためにやったんだというふうに皆さん理解してあげてほしいなというところですかね、はい、もう試乗車、あの、うん、いわゆるそのディーラーさんの試乗車がもう街中を私も走ってるの何度か見たんですけど、はい、うん、あのどうです、どの色がいいと思います。僕はねやっぱりあの名前忘れましたけどカッパーのツートーンか、でも白のツートーンも結構ありかなと思ってるんですよね、はい、もう自分でもし選ぶならばまあツートンだなという感じですね、うん、そしてかぶっちゃうんですかカッパーが一番いろんな今日特にいろんな色を外で見れたじゃないですか、はい、そうそうそう、はい、そうするとやっぱカッパーいいなというね感じがしましたね。そういえば、はい、この試乗車は白単色じゃないですか、はい、やっぱりクラウンっぽいですよね。そうですね、白単色になると急にあの、まあ、コンサバティブと言いますか、そうそうそう、はい、コンサバにも見えるデザインっていうのはちょっと面白いですよね、はい、そしてこの布シートファブリックシート仕様に乗るとさらにクラウンっぽいということで、うん、まあだからやっぱり今までのクラウンのオーナーさんがこの仕様だったら乗り換えても違和感なくクラウンでいられるという違和感はなくはないと思うんです、はい、でも変わり映えしないなって買い替えても思ってたかもしれない今までの人はね、はい、正直それはないでしょっていうね、うん、新しいクラウンだけどクラウンっていうね、はい、そういう感じのこの、G アドバンスの今回乗ってるグレードかなっていう気はちょっとしますね。であとはね、まあ、あのコメントとかでいただいた中でやっぱ内装の話も多かったと思うんですよね、はい、内装のクオリティがみたいなところ、まあもちろん皆さんのおっしゃることが全く理解できないなどということはない、あのねクオリティの前にねやっぱデザイン的にはあんま面白くないなと思った。外観がねこれだけ新しくなってるのに、はい、ね、内装は割とオーソドックスかなと思ったんです。 RS の方のあの、オレンジ色と黒のツートン良くないですか、はい、そうあっちだと結構ね華やかな感じになる、はい、ただまあこれもね聞いた話なんで、あの、まあ、聞いた話をまあ皆さんにもお伝えしようということで言うんですけど、結構例えばドアのこのねドアパネルが結構平板で、はい、でダッシュボードからの連続感みたいなものはそんなになくて、多分こういうところが華やかさがないように見えるのかなと僕は思ったんですよね、うん、まあ実は乗ってて気づいたんですね、はい、あ違うなこれはそういう観点じゃなくて広さだなと、はい、はい、広いですよ。そうあのねこの車クラウンの 1800mm の掟は破りましたが、依然として 1840mm しかないんです全部、はい、決してめちゃくちゃ広くないんですよね今のこのぐらいの、まあ、全長 4.9 メーターぐらいの車で言うならばね、はい、それでやっぱり室内スペースをしっかり稼ぎたかったんだと
いうことだと思うんですよね、ということで、まあ、開発の人にそういうことですかと聞いたら泣き出しちゃいましたね。あ、泣き出しちゃったんですか。嘘です。でもそのぐらい、はい、もう分かっていただいてという感じだった、はい、まあそうなんですよ。結局やっぱりこうラウンドさせたりするとどんどんまあ空間は狭くなりますよね、はい、だそうじゃなくてやっぱりこうクラウンらしい、快適性、今回特に GAK を使ったという時点で、ね、今一度こう広さというクラウンが本来追求しなければいけない広さ、快適性、はい、そこをね、そういう価値を追求したんだと思うんですね。でその結果がとはいえ日本でそんなに使いにくいくはない1840、うん、今やね、そう使いにくいという人もいるでしょうけども、1920って言われるよりかははるかにね、はい、あの多分立体駐車場とかもほとんど入るしっていうところで、かつあやっぱクラウン広くなったねと思ってもらいたいみたいなところがこの、まあ、インテリアデザインに表れてるのかなと思ったら、まあよしとしてあげてもいいかなというふうに僕は思ったかな、うん、ちょっと甘いかもしれないけど、はい、むしろねこの話何度でもいろんなところでもするんだけど、スイングルーバーなんでつけなかったんだろうなみたいな、うん、思ったりするんですけどね。まあそのクラウンの広さですが、はい、まあ、最後に島下さんに後席に乗って、うん、クラウンといえば後席ですから、はい、はい、後席に乗っていただき、このクラウン比較試乗を締めていただきましょう。はい、はい、リアシートに移ってきました。ちょっとね、助手席は前に出してますけど、まあそうするとっていうか出さなくてもよかったぐらい足元広いです。まあ、これはやっぱりホイールベース長い恩恵ですね。でルーフもね、クーペっぽいフォルムの割には余裕あり、そしてね、なんといっても快適ですね。フロントシートにいるよりかも明らかに快適。これちょっとあれと思いました。結局のところこの19インチのね仕様はこの後席をすごく重視して作ったんじゃないかなっていう気がしますね。なんかねフロントで感じたちょっとそのタイヤがザラザラととかなんとかって話したと思うんですけど、そういう感じが、まあ、ほとんど気にならない。うん、なんかね入力の角も全部丸い感じがするんですよね。これシートの剛性とかそういうのもあるのかもしれないですね。これちょっと意外でした。あと音環境がいいですね。非常に静かですね。余計な音、雑味みたいなものが全部フィルタリングされてる感じでいい感じです。なのでね、今までのクラウンみたいに後ろの席にあの大事な人を乗せるみたいな使い方をしてる人はこの仕様を試された方がいいんじゃないでしょうかね。21インチのも良かったんですけど、まあ、見た目の穏やかさも含めて、あとはこの布シートの良さも含めて、ちゃんと新しいんだけどちゃんとクラウンの世界がある、あのクラウンの培ってきた伝統的な世界があるという感じがします。うん、これはちょっと驚きでしたね。まあ、つまり新型クラウンクロスオーバーというのは革新的デザインの中に革新と伝統を持っているという、そういう車とまとめていいんじゃないでしょうか、これは。そう考えるとうまく作りましたねこれね。はい、うん、ただまあ新型クラウンもうすでに4台発表されてますから、はい、うん、この残りの3台がどんな仕様でどんなパワートレイン で、さらにどんな革新をしてくるのか、うん、まあ、それも含めて楽しみですが、まずはクラウンクロスオーバー、大変面白い車が出てきました。はい。